ズアナウンサーです。忙しい時にメイクの時間を取るのってなかなか難しいですよね。でもそんなアクティブな女性にぴったりのルージュがあるということでリサーチしてきます。そのルージュとは、一塗りで色、ツヤ、潤いが落ちにくいというエスプリークルージュステイマジック。日常生活の様々なシーンで落ちにくいというそのルージュの実力を調べるため実験を行うことに。本当にエスプリークは落ちにくいのか、はい、注目されたいのパフォーマンスで大実験。愛知戦国姫隊は名古屋城、犬山城などを拠点に数多くの戦国大名を生み出した武将のふるさと愛知の素晴らしさをパフォーマンスで PR しているという文字通りアクティブな女性たち。この姫たちにエスプリークを使ってもらい、本当にルージュは落ちないのかどうかを調べます。実験1、工場でルージュはどうなるのか。織田信長の天下布武を果たせたのも、豊臣秀吉が世に出たのも、すべてこの姫の陣なればこそ。彦摩季角、浅井長政お一の方の父母に、おじは織田信長、羽柴秀吉により三度の婚儀を重ね、徳川家康の孫を産んだ崇芸院こと教えの妻は学校に秀で武芸に長けた欲しい方前田松、愛知に生まれし姫たち。ルージュがどうなってるのかちょっと私確認させていただきますね。お願いいたします。あらあら、おお、なるほど。あ、皆さん色がしっかり残ってますね。ツヤもツヤツヤとしていて、ああ想像以上に残っておりますね。実験2、舞でルージュはどうなるのか。